アニメリコ。忘れたか、天理の体制破壊は陶器ですら無効化できる。こんなことにならなきゃ思い出したくもなかったけどな。朝日は本物だ。僕の天理がそう告げている。そして分かったことがもう一つ、朝日はログアウトできない。彼女の断りがその術を持たないからだ。それも天理のお告げってやつかよ。朝日が出られないのならば、僕は彼女のそばでずっと支えるつもりだ。正気か、ログインしたままずっとここにいるつもりかよ。彼女と同じ生を歩む、それが一生をかけた僕の誓いだ。ハルト、お前にここで生き続ける覚悟はあるか。お前の覚悟は結構だが、朝日の気持ちを考えたことはあるのか。なんだと。あいつは自分のログアウトよりスバルの復活を選ぶやつなんだよ。朝日を守るのは僕一人で十分だ。今さらスバルの復活など。それでも俺たちは探すべきじゃないのか、あいつが笑顔になる方法を。僕の天理は絶対だ。裏切ったことはない。朝日はログアウトできないんだ。だから僕が。お前の天理が世界の全てを知ってるわけじゃないだろ。何？俺は見たんだ、朝日が石を見て倒れた時。黙れ。貴様の口が朝日を語るな。永遠に消え失せろ、この世界からな。くそ、喰らえ。消えろ。壊すのにここまで苦労するなんてとんでもないセンスね。ハルトを傷つけるなら鷹ノ里だって容赦しないから。鷹ノ里様、リーダーがどれだけお前のことを。やめろ。あなたこそやめなさい、これ以上は。分かってるさ、朝日にまで銃を向けられてしまってはね。サツキ、僕と君は共犯者、利害は一致すると思っていたが。クライブやのぞみのことは知らないの？少なくとも僕の知っている範囲にはいない。もうあの頃には戻れないんだよ、朝日。高典、ひとまず戻ろうぜ。そうだね。私今日は帰るね。おい、ちょっと待てよ。ごめん。意外そうだな。朝日様を巡って敵対している以上、提案に乗ってくるとは。連中の目当てはプロフェアータであって朝日ではない。そこが僕とは違う。ですが、レトスもアンゲルスも目指すところは違うが、派遣を狙っているのは同じだ。だがそれを阻むのはさらに上位に位置するギルドの存在だ。グノーシス、そしてヒュアです。噂では運営との直接コンタクトすら許されているという。単体のギルドで打倒するなど不可能に近い。だがサザンクロス、ブリルソサイティ、そしてイルミナティが共闘すれば、それも夢ではない。その後改めて三者で覇権を争う方が現実的ということですか。三者で睨み合っていても最終目的に達することは永遠にできない。入れ。高典様、サザンクロスのリーダーレトスとブリルソサエティのリーダーアンゲルスが。そのこと連中が一番分かっているからな。朝日の目を覚まさせてやる、それも僕の役目さ。
見るな。サツキ、僕と君は共犯者だ。遅れるから先に行っててください。だって大丈夫かな、サツキ。遅れる理由も書いてないし。昨日も様子が変だったしな。俺があんなこと言ったからかな。そうじゃないと思うけど。いつどこで襲われるかわからないから、街を歩くのも一苦労だな。あ、転送やってあそこじゃない？ノアキス大陸最北端に行ってみるか。寂しい村だな。あ、見てハルト。ねえ、あれ、あれ。温泉でも湧いてるんだろ。ねえ、ちょっと入っていこうよ。遊びに来たんじゃないだろう。たまにはいいじゃん。たまにもダメだ。クライブという名前はそれで最後だ。のぞみは？その名前で登録されているプレイヤーはこのノアキス大陸には存在しないな。じゃあ他の大陸は？別大陸までネットワークは伸ばせない。直接行ってその地の情報屋を当たるんだね。別の大陸に移動するなら改めてサツキと相談しないと。ハルトの武器もそろそろなんとかしないとね。まあな。俺の戦い方だとレア度の低い武器じゃすぐ壊れちまうし。これも3本目だ。前に持ってたプレアデスは？あれがあれば言うことなしなんだけどな。よしよし。お待たせ。サツキ。やっぱ元気なくない？どうしたのよ。だって昨日も様子おかしかったし、今日も遅れてくるし。大丈夫。遅れたのはちょっと悪い夢見ちゃって。夢？昨日はごめんなさい。少し余計なことを考えすぎちゃって。それよりどうだったの？そう、でも困ったわね。別大陸に行けるほどのハイレベルな転送やって限られてるし。その分朝日を狙う奴らが抑えてる可能性も高い。こんな天気だと雲の中を飛ぶことになるから危険だし、もう少し天候が回復して飛べるようになるまで待つしかないわ。ねえ、だんだん霧が濃くなってない？どうした？この霧は罠よ。30、いえ100人単位の窓、全てこちらに向かってる。それなら俺の陶器がまず気配を感知するはずだ。今だって全然その気配まで遮断させてるのよ、この霧自体。複雑に絡み合った窓の深層センスも混じってる。この嫌な感じ、まさか私たちを洗脳するつもり？安心したまえ。対象は君ではないよ。サツキ、この霧を吹き飛ばせないのか？サツキ、返事しろ。アサキ、俺から離れるな。アサキ、成功だな。エトスか。ようこそ死の空間へ。ブリルソサエティ。気配を消し、なおかつ村全体を魔導の霧に包むという仕事を手伝ってもらったのさ。ギルド同士で手を結んだってわけか。共通の目的があればフグ大天の敵だとで握手するものだ。サツキとアサヒをどこへやった？どこへだと？足元を見てみろ。どこだここは？転送か？ふ
二人をどこかへやったのではない。お前がここへ飛ばされてきたんだよ。そしてこんなことができる天理使いはそうそういるもんじゃない。まさかサザンクロス、ブリルソサイティ、そしてお前の古い友人の指揮するイルミナティは同盟を結んだ。高野、そこまでしてお前は。朝日とサツキはどこだ。ブリルソサイティはサツキを、イルミナティは朝日を包囲している。雑魚がいくら来ようと問題ないわ。それよりさっきの深層センスはどこへ向けて飛ばしたの。君が知る必要はない。メッセージカード、帝高則からの贈り物だ。私たちをバラバラに転送したのも高則ね。センスでは感知できないこの複雑な霧も彼の協力なしでは作れなかった。サツキ、こんな形での非礼を浴びる。単刀直入に言おう。今の君にとって朝日がいない世界の方が好都合なはずだ。現実世界に朝日はいない。そして君は再び現実でハルトと再会した。そんな君にとってこのリユニオンの意義は何だ。僕は君とは逆だ。この世界で朝日と再会できたことで現実に意義を見出すことができなくなった。僕たちには共通する思いがあるはずだ。僕にとってハルト、君にとっての朝日のいない世界。現実に帰れサツキ。ハルトは僕が責任を持ってゲームオーバーにする。僕らは世界を分かつべきなんだ。さて、その伝言を聞いて君が降伏する可能性もあり得るということだが、返答やいかに。はあ、それが君の返答か。心が痛むが、我がブリルソサエティの礎になってくれたまえ。君の敗北をもって。敗北？私が負ける？何に？負けたくない。どこだ？誰に？こいつらに？高典に？構わん、イノセンシアを始末しろ！今はあなたたちに構ってる暇はないの！考えるのはそれから。炎の後半一気に行くわよ。はぁー、ハルト、いや、朝日の元に行かないと。あれは、腐っても伝説は伝説か。前世紀はどれほどのものだったというのか。認めよ。一対一でお前に勝つことは叶わんようだ。ならここから立ち去って二度と俺たちの前に姿を現すな。ほざくな。この包囲を抜けられるとでも思うのか。だがその力は惜しい。俺と来い、クールドリオン。共に闘気の断りだ、バカ野郎。放て！やれやれ。君の後先考えない性格は相変わらずだね。なんだこの矢は、抜けない。お前エリシア、一匹増えたところで。深層センス、アイディアルフォール、その矢が刺さったものは一切のセンスが封じられる。センスを封印だと？そんなもの聞いたことが。さあ、彼が無力なうちに脱出するよ。なめるな、放て。モータルアロー、アイディアルフォールディバイド。センスだ。なんだ、使えねえ。急ぎたまえ、朝日の身が危ない。
一緒にスバルを元に戻したかっただけなのに。酷だと思うが、状況を理解してくれ、アサヒ。僕らの中ではもう6年も経っているんだ。昔のままではいられない。また6年って、みんなして6年経った、6年経ったって、それは別れさしろって、そんなの無理だよ！私の中で時間なんて経ってないんだもん！ログアウトできないのは寂しいよ。でも、みんなと一緒にやれないのはもっと悲しいよ。なのに、高典はハルトと喧嘩ばかりで。アサヒ、君は？また一緒にスバルやろう、高典。みんなで、この前みたいに。無理だ、僕は。あいつと敵対することでしか、この思いを抑えることができない。君を強引に手に入れてでも、誤解を解かせてもらう。奪え。待て！誰が朝日に触れていいと言った？やめないか！高典が久我朝日の奪還に動こうとした場合、躊躇なくその場で自爆せよ。ゲルス、気づかなかったわけだ。僕の作った霧に深層センスを紛れ込ませると、朝日やサツキ、ハルトクラスには効果がなくとも、こいつらのような中級者なら。貴様ら、正気に戻れ！貴様、全員は無理か。洗脳された者たちを止めろ。ただし傷をつけるな。逃がすな。はっ。待て、行かないでくれ。アサヒ！一体どういうことだよ。サザンクロスとブリルソサイティは今日この日をもって一つとなった。その人員戦力は文字通り最強のギルドと言っても過言ではない。そしてプロフェアータも我らが手中にある。プロフェアータって未来を見ることができるっていう伝説のセンスだ。マジかよ。これすなわちリユニオンにおける新たな秩序を再構築できる好機。我らは新ギルド、ディヴァイン。共に集え、ディヴァインに！結局、高典も裏切られてたってことね。ねえ、考え直してハルト。よし、武器もアイテムも揃えられるだけ揃えた。不足分は敵から奪う。そんなこと言ってるんじゃない！ディヴァインは最低でも3000はくだらない数なのよ。無策で突撃なんてバカのやることだわ。バカで結構だ。連中は朝日じゃなくプロフェアータが欲しいだけなんだ。朝日が嫌がってもどんな手段を使ってでも言うことを聞かせようとするだろう。そんな真似させてたまるか。絶対に朝日は助ける。たとえ俺がゲームオーバーになってもな。サツキ、お前は来るな。何言ってるの。見てりゃわかる。今のお前には迷いがある。それじゃセンスはうまく扱えない。そんなこと。もし俺がダメだったら、高典と一緒に朝日を取り戻してくれ。俺が絡んでなきゃあいつは喜んで協力してくれるはずだ。でもなあサツキ、昔の俺たちなら何を捨ておいてもあいつを助けに行っただろう。迷いが吹っ切れたら、その時は。ハルト。
きて帰れそうにないな。それでも俺は仲間を、朝日を救いに行かなきゃならない。この意志さえ残ればスバルはなくなることはない。決して。お前は俺の全てを取り戻してくれた。だから俺も全てをかけてお前を取り戻す。行くぜ。奴らが即座に朝日を殺すことはない。冷静なのね。冷静なものか。あれやこれやなんやかんや考えることが山積みだ。第6話、死竜教頭。しがらみが多いと大変ね。